はい、どうもワイワイと申します。よろしくお願いいたします。いやー、ちょっと久しぶりになったでしょうかね。集まれ動物の森シーズン2、本日でパート12の動画となりましたけれどもですね、前回まではおよそ3回に分けてですね、ハニワ島というハニワがたくさんねアップデートで追加されたハニワ、これが取れるという島を目指したんですが、まあまあ一応今回からはねちょっとまあ別のこともしていこうということで、いよいよ始まります。ハッピーホームパラダイス会と題しましてですね、まあ、アップデートの時に追加されましたダウンロードコンテンツですね、私が購入したこちらでそのハッピーホームパラダイスインテリアとかね、別荘を作っていこうよなんていうね、ここの部分を今回からは進めさせていただこうかなと。どうやらそこにもねエンディングがあるみたいですんで、果たして今回はどんなインテリアを私作り上げたのでしょうか。ではご覧いただきましょう。集まれ動物の森シーズン2パート12の動画です。どうぞ。はい、おはようございます。はい、おはようございます。フランクリン国務長官です。よろしくお願いします。皆さん今日は初めての、ハッピーホームアカデミー会ということになりましたね。前回無事私このフランクリン国務長官は埴輪島に馳せたということで、もうやっぱり今回からはいよいよ武道館作りっていうのが本格味を増してくると。おはよう、ひねちゃん。ひねちゃん、今日も髪の毛あれやね。元気な髪の毛してるやつ、洗車するつもりなん？ひねちゃん、それで。なあ、ええわ、ほな、ピカピカなるね。うん？ひねちゃん、ほんだ、俺行ってくるな。ひねちゃん。ごめんな。なんか今まで悲しい思いばっかりさせてきたばかりやけど、俺なんか。でも、こんな不甲斐ない。こんな不甲斐ない俺やけど。ははっ！うわっ！うわっ！グミちゃん、グミちゃん今は良くないわ。グミちゃん今一番ニュートラルな状態やから。グミちゃん遊びに来てくれたん？おう、グミちゃんちゃうねん、グミちゃんな、違う、今俺着替えてる途中やねん。これはあんなカシャーって閉めてこうパーって出てきたら着替えられてるわけない。グミちゃんな、グミちゃん見て、ほんなグミちゃん、はい、これほら目入ったやろ。和風の家具や雑貨がお好きなんですか？落ち着いた雰囲気になりますよね。こういう和風テイストの取り入れ方、私も参考にしたいです。うん、ほんまその通りやで。帰って、ういちゃん帰ってじゃん。ほんまに何しに来たんか知らんけど、マジでいい迷惑。はい、着替えます。できた。知ってる？ひねちゃん、これ誰か、これあれやで、今もうすごいあれやねんで、日本の昼の時間を守ってる人やで、これ坂上忍やで。これ嫌いな人もいっぱいおるけど、これどうなの、かぶり物あってサングラス並べてさ、もう着替えろってことでしょ。これさ、ひろみさんさ、これもうパワハラじゃない？僕らの時代はね、いろんな芸人、いろんな映画の人とかいたわけですよ。映画のさ、いろんな人とかがいたわけですよ。それをさ、何やねんこれ、地獄かお前、ここお前地獄か。あんまり見てない人をするべきじゃないねん、つぶきちな。つぶきちと豆きちさ、つぶきちさ、豆きちもさ、豆きち並べてさ。これもうパワハラだと思うんだよね。どうした？牛どうしたん？神をいいところに出ていく？うん、急なんだけど私この島から出ていくことにするわ。うせやん、なんで？島は島々に不満があるとかそんなんじゃなくて、そろそろ外の世界見たくなっちゃった。うわ俺そんな嫌やわ。うわ俺もうそんな嫌やわ。お前が一番好きやったのに。俺うせやけど。牛が出ていくってことで、じゃあ牛が出ていくのであらば、明日はあれしてもいいかもね。あ、楽しみが増えた。牛が出ていったことによってどんなキャラが増えるんやろうっていう楽しみも増えたし、マイル旅行行ってどんな住人を増やそうかなっていう楽しみも増えたし、楽しみでいっぱいになった。なんて失礼なこと言うの、これパワハラだと思うんだよね。まあもうでもそれは僕が言ってるっていうか、坂上忍が勝手に言ってることなんで、はい、僕関係ないので、文句があったら事務所に言うてもうていいですか、坂上忍さんの。はい、
ということで、少し飛ばしましたけれどもね、カップのツアーにもう先に行ってまいりました。今日はそこカットしようと思うんですけど、もうね、早速見ていきたいと思います。じゃあ早速見ていきましょう。今日の分のハニワでございますね。これちなみにこの右側の2つ、私が持って帰ってきたものと、さらにですね、あのカツさんで横山が、本日もまた、回ってくださいまして、そこで見つけたハニワですね。残念ながらどちらもハニワ島ではなかったということになりましたが、果たして、この左側のハニワ、本日のハニワ2つは何なんでしょうか。まず1個目はじゃじゃん、ポンハニワ。ん、これ知ってるか。いや、これかぶりじゃないんじゃないか。そしてもう1個は、いいよペースいいよ、スポハ。いやー、わからんな、覚えてないね。そして本日からはね、一個一個確認していきたいなと思いますけどね。この辺に飾って見てみましょう。はい、あー、スポハニワこれか。なるほどな、こいつは知ってるわ。ってことはもう一個このポンハニワは、これかぶりじゃないよな。あだいぶ困ってるけどこの人、これ知らん俺。さあということで、少し寝てしまいましたけれども、まあ、無事新しいハニワも手に入ったということで、今からは早速あのハッピーホームに行きたいと思います。ウイスウイス、久しぶりだね。久しぶりとか言うなよお前。おいおい、なんか裏で俺が周りで何もしてへんかったみたいになるやんけ。サル、何もしてへんかったけど。嘘つけ、してた言うの、してた言うの、お前人がお前の乗ったら。そうやんな、たくみさん。ちゅうかもうこれない、うるさでしゃないわ俺。もううるさいから買うわこれ。お前もう何でもいいけど、びっくりするぐらいうるさいやんけ。よっしゃ、ほなたくみちゃんな、たくみちゃんじゃんけんぴょんな。今から仕事したいと思うから、うん、ほんまにビジネスマンやか俺。はい、どうも熊谷です。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よし、じゃあ誰にするかな。まあ別にこれという誰がどうとかとか全然知らんし、12問ね、一応ね、これすませんの、まあ、選ぶ人もいるみたいやねんけど、特に私はそんなことしてませんから。プレゼンでなんて、プレゼンで緊張しないよ、お部屋で。あー、いいね、なるほどね。高級感のある部屋でなんて、高級感ならへん、なんやねん、筋肉痛になりたいな。なんやねんそれ、どんな癖やねんお前。君は、君は、前髪もう長すぎるわ。ソリートな声を身近に感じるワイルドな、うん、君前髪長すぎるわ、ごめん。ちょっとこの子にしようかな、迷路区になっててかわいそうやし、偶数で割り切れてな。匠ライフの方ですか、ここは。とっても女性ですかあなたは。実は私この辺りにの島で別荘を探してるの。うん、もう任して、ほんなってほんで口クラックお前。あのね、うん、私の希望としてはこういうか、よろしくお願いします、担当の熊谷です、よろしくお願いします。一流プレゼン、そうそうそうっていうふうにお伺いはしておりまして、なんかそうですよね、そういうプレゼンっていうか、だから要するに人前で発表するってことですよね。うん、素敵なイメージですね。ちょっとシャイな方なのかな。うん、ロケーションはもう決まってるよ、嘘やけど。はい、お待たせしました、お客様、名前忘れましたけど、ラムネさん。あ、ラムネってかいい名前してるね。わあ、いいところですね、ここが私の。そうそう、ここね、ちょっとプレゼンテーションってことなんで、お客様喋られるかと思うんですよ、きっと部屋の中でね。すると、まあ普通にこんな家の中って人はあんまり喋ることないですから、近所迷惑になるでしょ。だからこういう海際のところでね、ならば自然の防音体質ってことで、私あんまりこういう騒音問題とかあれなんで、出すやつとかほんまに許せなくて嫌いなんですよ。人の迷惑考えた方がいいなとか思ってるとこあるんで、ごめんなさいね、ちょっと善人で。はい、で、今回使ってほしいもの一つがパソコンってことですね。これはもう使ってほしいものというか、各自でご用意されればよろしいですが。で、ここがホワイトボード。はい、ホワイトボードでプレゼンされるんですか。これがで、ね、プレゼンの、これ何にプレゼンでどうですか、聞かす側ですか、これを。まバッチリ任せてください。恥ずかしがり屋のラムネちゃんを改善する、そんなお部屋作ります。お客様大変お待たせしました、完成しましたんで、はい、見ていただければと思います。わあ、ありがとう。いやいや、こちらこそ本当にね、楽しく作らせていただきましたよ。うん、どうしよう。いやいやいや、もう深夜ですけどね、全然大丈夫ですよ。今回はですね、あれですよね、プレゼンテーションがしたいっていうことで、やっぱそれならばもうこれなんじゃないかっていうことで、極限のマックスのプレッシャーを浴びてほしいということで、
まあ、マネーの虎ね、ご存知でしょうかね皆さんはね。これ一昔前に流行ったまあすごい番組だったんですけど、そのマネーの虎を再現してみましたですね。やっぱりこうプレゼンテーションっていうことで言うと、この番組以上にプレッシャーがかかるものはないんじゃないかっていうふうに私は思ってますし、あのここにある全部がね一応その時の当時のあの私の好きな出演者の皆様ということになってますんで、まあこれはもうあのラムネさんはねご存知じゃないでしょうけれども、猫の寿命なんて短いはずなんで、なんであのここから僕はちょっとあの少しずつ説明していければなと思います。さあではね、早速手持ちカメラ状態で、ご説明していこうというふうに思いますけれども、マネーの虎っていうのはご存知じゃない方もいらっしゃると思うんです。あのマネーの虎っていうのはね、この右側に虎たちが座ってるんですよ。まあ大金持ちの各会社の社長さんたちが座ってるんですよ。何人かでそれに対して、一般の素人の方から募集を虎の皆さんの堀之内社長ですね、堀之内久一郎というね、小宮子の堀之内社長ですね、続きましたこの方ですね、小林事務所代表取締役の小林隆さんですね、そして最後ね私大好きですからね、そして番組の司会進行を司ります、これが吉田さんですね。でも俺もあんま覚えてないけど、もう全部が笑い話みたいになってと思うからね、マネーの虎なんか。うどん屋やりたいんですって来たおじさんいてんやんか。うどん屋やりたいから4000万円くれみたいな感じぐらいの金額で言うてきて入る人がいて、4000万円もうどん屋になんで4000万円いるんですかって言ったら、家買いたいからですって言った人いたからな家が買いたいから、どうしてお前の家を買わなきゃならないんだよって言うて、ほんで虎が怒んねんな。もうその時はやっぱ虎よね、方向。いやー楽しかった俺だけ、うん、帰ります。もうどうせカットかもしれないんで、こんなとこマネの虎知らない人ばっかりなんで、僕は楽しかったんでいいです。でもさようなら。はい、ただいまー、ゴッドイケメン男ちゃんですよー。うん、よし、これで給料受け取って、ちょっとねこれなんかよくわからへんねんけど、ここで売ってる、うん、ここで売ってるお土産チョコレート買ったことある？買ったよ一回、開けたことあるよな。あなたも食べてみた？いやそれ食べたことないな、お土産やから。もし気に入ってくれたのなら、しまうましましま、買える前にいくつか買っていったら、買っていった言うてんの。お世話になってる方に、でやったやった、一回やったって、うん、え、じゃああれにする？もうちょ待って、ほんだらさ一回終わってさ、なんかここに別荘建ててあげる誰かの。さあということで、1日経ちましたですね、日にちが変わっただけで、あの先ほどの続きっちゃ続きなんですけど、先ほどから1時間後ぐらいになりましてね、だから12月の6日の朝の、6時前になってございます現在ね。でさ俺の今日の楽しみは、うわダウンベストやって、ダウンベストロッキーくれた、うわ短いやつや。このね、お土産チョコレートで、住人の人に行ってもらうっていうのも、まあ、やってみたいなとも思うし、あーこれ、あーゆきみちゃんとかどうやろう、ゆきみちゃん、いやーゆきみちゃんもいいな。あとはね、忘れちゃならない、新しい住民を探すみたいな、これ見てみる？多分出ていてるんじゃないかなと思うねんけど、どこの家やったやろな。あ、ここか。え、なんでご、え、早ないご制約、入れ食い？ちょい様とか、ちょっともう、いや俺、え、なんでな、めっちゃ楽しみにしてたのに俺、マイル旅行。いやでもまあマイル旅行もうあれか、あんまり楽しみにするほどのもんじゃないか、精神やられるだけやからな。ある意味良かったと言えるか。よっしゃ、もう買ったやろうけどね、ちょ先にカッパ行っとこうかなと思うねんけど、この朝方のやつめっちゃ良くない？めちゃくちゃ綺麗じゃないこのカッパの朝方、めっちゃ気持ちいいよな。俺朝一番好き、朝一発目に吸うタバコいっちゃん好きやねん、ほんまに幸せや思うもん。なんか、ん、待って、なんかあれ雨雲じゃないか、あれ雨雲じゃないか、ちょっと待ってよ、マジでちょっと待って、これ来た、うせやろ、わぁ、嘘や嘘かい、お前ほんま、ほんま鬱陶しいのお前さ、そのこんな雲ないやねん、それ入道雲ってことが逆光でそうなってるってこと、ほんなカッパもうややこしいことすんなって、ほんまに。とにかく甲羅を脱げってお前、亀ちゃうんやから。な、亀となんかの合いの子なんお前は、亀とカッパの合いの子なん、亀とカッパのハイブリッドってことか、ほんなお前ハイブリッドは車だけでええわ、カッパ悪いけど、ましてやお前カッパとカメってもうちょっと乏しいものやったらええけど、ん、掘り出しもないよ、お前のせいやないか、お前よく抜け抜けとそんなこと俺に聞けたな今、お前が連れて行った絵だけのことや、お前がそれ舵切ってんねやろ、舵切ってないのそれなあ、お前キュウリ食うんちゃう、弁当箱なんで、弁当箱なんかあんの、そどっちどっちが弁当箱や、そと水筒の方にキュウリ入れてんのか、ほんならほんならその手前のやつなんやねん、バームクーヘンでも入れるつもりかお前
あかん、もう無尽蔵にヘイトが湧いてくるわ。やっぱりこれいつ埴輪が集まるのか俺知らんけど、候補を期待して、も最終日なんかもうたまったもんじゃないだ。カッパで、これ埴輪ってこれやっていいんかな。ちょっとあ、グミちゃんなんか悩んでる。どうしたん、グミちゃん。あら、ちょうどよかった。うん、あなたの新しいニックネームを。あ、え、お兄じゃなかった。お兄でいいけど。うん、何よかったら。あ、全然いいよ。イカを変えた方がいいと思うけど。まずミスターってどうでしょうやん、それ。いいけど別に。どうでしょうやで、ミスターは。てか別に俺関係ないね。俺じゃなくてもやで。で、だからところで、これさ、これはあれ、もう掘っていいやつ、これ。こう掘っていい、小峠バイキングつながりってこと。掘っていい、これ。あ、いけれる。一発目何ベース、え、なんか知ってるな。あれあれやんな、なんかボンボンボンって自分の弦はじくみたいなやつやんな。こっちはシャカーニュ。え、シャカ、こんなとこでアバの天才スナイパーが現れたってこと。え、嘘じゃ、ごめん、シャカシャンだけはちょっと一回見ときたいな。シャカシャン一回こう見して。これこれだけ唯一かぶってへんやつやから。お、似てる似てる似てるわ。目が足跡みたいなとこもそっくり、ほんまに。うわ、これいいわ、俺これ。あ、宝物にしよう俺これ。ちゃうの、ほんでな、別荘を俺作ってあげたいと思ってるから。いや、グミちゃんの別荘、グミちゃん別にな、どっか行く必要ないもんな。よし、じゃあこいつの別荘作ってあげよう。俺こいつ意外と好きやからな。あ、カバ寝んねやったら横になってた方がいいと思うね。え、カバってそういう感じで寝んの。わからへんけど、修正がわからへんけど。カバー、カバー、うん、カバー、カバー、うん、あ、起きた、おはよう。しっかり寝たはずなのに眠りしちゃってたんだ。うん、しっかり寝てへんのちゃう。ほな、カバちゃんさ、これこれチョコレートなあげるから、別荘これ作らへん。ちょっと服は着てほしいんだけどな。うん、お土産チョコレート、そう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 、サンキューやろ。うん、リゾート地でお仕事してるって聞いたけど。そうよ、マジ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 超マジ。あたいもそういうとこでバケーションして、せやろせやろ。カバちゃん一緒に行っちゃう。じゃあカバちゃんいいよ。うん、一緒には帰らへんけど。うん、ちゃんだよ。あれ、服は着てほしいね。そういう作りな。ほんで、そのバスローブ尻尾出てるけど、そう、止めた方がいいんちゃう。お前らの仕事なんなん、止めもせんし不審者を。行きたいところにも連れてもいかんし、ほんまなぜやわこの航空会社。あ、カバちゃん服着てる、ナイス。キャッホー、白いビーチ、澄んだ空気に綺麗な海。あ、猿、おはよう。シマウマの、うん、人カバな連れてきたよ。この島を楽しんでもらえたらいいな。そやな、カバちゃんせっかくやからさ、カバちゃん。あーかあかあか、カバもう凶暴やから。カバちゃん、カバちゃん、カバちゃん、別荘いる。ロス様とリアルタイムでリゾート地の雰囲気味わえてる、何気に。うん、あーいい、そ、あ、もうそんな、もううた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 、やめて。たくみさん、おはよう。おう、はい、おはようございます。これは、うわー、今日もいい品揃ってんねこれ。いいなぁ。 あ、ビデオ、いやこれとかいいなぁ。 VHS って言われてね。今はない、ん？いつも買い物ありがとう。うん、ここで仕入れてる家具気になる？気になってるから買ってる。え、どういうこと？気になるって。取り寄せたい家具があったら言ってね。取り寄せたい家具ってどんなの取り寄せられんの？本田翼がいい。本田翼ちょうだい。お仕事で使ってる家具を。わ、マジで言うてめっちゃいいやん。買えるってやばない？わあ、いいやん。めちゃめちゃバリエーションあるやん。ってことは、ここで仕事すれば仕事するほど、俺の島にも持って帰れるってことやもんね。わあ、俺これとか欲しい。なんか分からへんけど、これ飾ってるやつお金持ちになるんちゃうか思ってんの。俺逆やと思ってんの。お金持ちがあれ飾るんじゃなくて、あれ飾って、あ、もう、ああ、もう一番フラストレーションたまるもん。自分が今めちゃめちゃ喋りたくて、頭の方が口より先行してる時に口ついてこへんの。いっちゃ腹立つね。あ、掛け軸や。この掛け軸なんて書いてんのやろ。鼻炎。え、っていうか俺チロチロこうやって見て喋ってるけどさ、あの右のシークバー見て、アホみたいにない？あ、アホみたいに こんだけあんねんで、みんなこんなん。ちょっと待って、取り寄せるとき言う、また言うわ、ごめんな、ナッティさん。オッケー、じゃあ早速仕事開始していきましょうかね。じゃあ左の人から聞いていってみようか。左の人、ゲストのためにいろんなトイレを用意しておきた。あー、トイレがってことか。あー、まあそれはそれで面白、あー面白そうやな、トイレね。こクマはガキだった頃よく行ってたお菓子屋さん。あー、お菓子屋さんな。駄菓子屋さんってことやろ。いいね、駄菓子屋さんとかは俺も欲しいな。だからまあカバちゃん一回飛ばしてみて、でここ見てみよう。
毎日バーベキューをして楽しく過ごしたいな。あーバーベキュー、バーベキューってでもお前あれやけどな、共食いに当たると思うんだけどな。桃源郷みたいなとこで桃でも食って過ごしたいな。あーなにこれ、こいつそもそも孫悟空みたいなことやね。ドイツの家にしようかな。じゃあ別荘、いややっぱ俺この熊のやつにしよう。じゃあ大工さんやって、ほんでこれ、うん、ここの匠ライフで働くスタッフでとこか。そやねん、大工さん行こうや。ほんだら、はい、担当の熊谷です、よろしくお願いします。うん、俺としてはこういう感じの別荘、どういうやつですか。うん、昔ながらのお菓子屋さん。あー、あの山内牛乳って書いてんのあれ、なんかもっと欲しいけどね、棚みたいなさ。おー、なるほどです、素敵な。まあでもそれは俺が置いていってもいいかもしれんけどね。うん、ロケーションね、まあそれ便利なとこがいいかな。はい、お待たせしました。今回ちょっとね、この川辺のところをね、ロケーションをってことで、どうです。俺の別荘近い、なかなかでしょう。まあお客様はあくまでどんだけ背伸びしても熊ですんで、そういう意味で言うとやっぱこう川が必要なのかなとか思ったりしちゃったりなんかして、でここがまあまあ今ここに何もこう理想像はないけれども、まあ問題はこの家の中よね。ここでちょっとチェックしてみましょう。はいはい、失礼します。はい、失礼します。これ何かな、これが、あ、かき氷作るやつで、これが何だろう、まあ、机、さらにこれいいよね。これが結構私はアクセント効いてると思うんだけどな。ただまあこういう棚みたいなのが他にもあるかもしれないね。了解です。じゃあまあもうほんと駄菓子屋さんってことでいいですかね。ね、まあもう昔ながらっていうか、まあご存じない方もいらっしゃるでしょうけど、やっぱ駄菓子屋さんっていうイメージをね、そのまま忠実に再現していけたらと思いますんで、しっかりね、ま、首洗って待ってろこの野郎。あかん、ごめん、めっちゃ普通に作ってしまった。どうしよう、どうしたらいい、これ見せた方がいい、一応流れ的に見せた方がいいよね。まあ、あの駄菓子屋っていうことで、ごめんなさい、普通に駄菓子屋作ってもうたんですけど、まあ私の知ってる駄菓子屋って、まあ、クソ狭いっていうイメージしかなくて、で、まあ、昔ながらのお菓子屋さんっていうことなんで、まあ、やっぱめちゃめちゃ狭いところ、特に私は近くにあの駄菓子屋さんが昔々あったんですよね。うん、ほんと今だから言えるけど、兄貴と一緒にね、兄貴が原付に乗ってて、その原付の前のあのくぼみみたいなところにね、足乗せるくぼみたいなところに私をこうちっちゃいのに乗せてね、二人乗りの状況で、それであの駄菓子屋も、すぐそこの駄菓子屋まで連れて行ってもうたのがね、一回か二回だけあって、それがもう今でも覚えてるんですけど、まあその兄貴もまあ亡くなったんですけど。だいぶなんか、だいぶ悲しい感じになってないこれ今。ちなみに私のイメージが全部詰まってるものでして、私があの通ってたその駄菓子屋さんはとにかくもう絶対売れもせんプラモデルが腐るほどあるっていうのと、ほんであと、まあ、これはもう OK って言われたんで置いても、これって言ってもどれか分からへんけど、もうものすごく狭い、とにかくものすごく狭いね。ほんでこの山内牛乳って書いてますけどね、これアイスクリームのやつがあったりだとか、あとね、あのこの右上になんかようわからん、なんかとにかくセンスがないんですよ駄菓子屋さんって。センスが本当に腐るほどなくて、あの上になんかこうサインみたいなのあるでしょ。あれ私の時はね、あの明石家さんまさんがさんまちゃんよう来てくれてん、ちっちゃい頃言うて、いう駄菓子屋さんを3つは発見してます。まあ奈良県民ということでね、奈良県民はやっぱ明石家さんまを誇りを持ってるということみたいなんですけれども、とにかくまあこのクソダサさ、そしてこの狭さ、そういうのもあるし、まあ、本当にごくごく普通の、駄菓子屋みたいな、とにかくこの扇風機がほんまうるさいなみたいなことしかまあ思わなかったですけどね。で外が一応これもまあ普通に作ったっていう感じで、ここがまあ入り口ですよね。この入り口からこう入ってきて、で、ここに自転車チャリンコ止めてもうて、ほんでまあこれゴミ箱あるんですよ。これ一応これ分別できるようにゴミ箱にこうあって、まあ看板があって、あとここでご飯一応食べれるというか、まあガキがこうお菓子食うじゃないですか。まあそういうのをこの切り株でね表してみるといいますか、なんといいますか、そういう風なものにしましたですね。はい、お疲れ。うん、いい仕事ができたって顔に書いてある。嘘、取ってや、女取ってや。おう、うん、12000ポキ。おう、今回の件も一段落したからし、私はこれから少しの間雑務の片付けに。雑務の片付けって何？雑務が片付けってことちゃうの？こういうのって気づいた時に分かる。でも分かる、それ分かっちゃう。別荘作りの受付もストップするからしばらく。嘘や、マジで言ってんの？俺そういう回やで今日。ニコちゃんが、お猿さんがまたあなたの話を聞きたいって言ってた？またって何？あんま話してへんで俺。一足先に戻ってそのまま2階へ。おー、いいよ。じゃあ行ってみようか、2階。どうした？うん、どうした？お猿さん。これ久しぶりに来たな、ここ。あれをこうしたら、やっぱりあっちを、それ見えてる？猿、高さ。
ごとイケメン男、いつからそこにいたんだよ。今や。ね、何を考えて混んでたのかって DIY の新しい、ああ、レシピをね。うん、よかったんだけど、気合い入れたまではアイデアは出てこないんだと。ほう。おいらの才能なんてこんなもんだったのか。いや、もう猿としては上出来やと思うで、でもお前。ん？うん、ごとイケメン男がこれまで DIY してきたもののことを、そんな莫大に時間かかると思うで。うん、いや、まあ教えるのは全然いいねんけど、莫大に時間、まあいいよ、教えてあげるわ、この1年半ぐらいの、じゃああれを、ノウハウを。全く何も作ってないけど俺は DIY はな。猿ごめんな、したいはずれやったら。うん、うん、あ、そういうのも作ったね。うん、君が使ったっていう材料、この辺りじゃ手に入らないんだよな。まあそうかもね。でも確かに、うん、参考になった。新しいレシピ思いついたら真っ先に。ああ、ありがとう。ところで、君が作ったっていう家具、別荘作りでも使えそうじゃない？おう、え、使えてなかった今まで。 OK、 え、そうなんや。はい、そろそろ休憩も終わりだろうし、おいらは桟橋に。めっちゃ早ない？まあ、ええけど、ありがたいけど。じゃあもう仕事できるようになったってことかな、多分。あとちょっと気になってんのが、なんかここら辺の住民がさ、こっちに来たりとかはしてない？あ、来てるやん、ほら。俺が今まで実は作ったことあるしやん。うわー、もうラムネちゃんとか、これどうしたん、あかんかった、前のトラ。俺の内社長やん、左の俺の内社長出てるやん。立った方がいいですね。ちょっと待ってください。あのね、おっとイケメン男さん、この前はお世話になりました。あ、いやいや、こちらこそ、ほんと素敵な別荘にしてもらったのに。いや、お礼だなんて、僕のしたいことしただけなんで全然いいのに。白いペイントフローリングな。うわー、何言ってるかわからん。ありがとう、ラムネちゃん。しゃあないな、ラムネちゃんのマカンコースアップを食らわしたのか。ラムネちゃん、ラムネちゃん、マカン、マカン、グーマカンコースアップ。ラムネちゃん、ラムネちゃん座ってるからやらんでいいで。ラムネちゃんもなめんなって、マジで。マカンコースアップの威力を、ほんまいいわ、ラムネちゃん。あ、無表情のやついるやん、ほらこいつ無表情やん。お前な、お前どうしたん。水面の床さ。水面の床なんかいいじゃないか、アミーゴ。あー、これポンチョもほら、これなんかもうすっごい尺取っちゃったもんな、お前な。何くれんの、何床、またこれ。おいらも愛用してる金のアイアンパーケットの床やって。愛用してへんやないか、お前。そんなん置いてへんやないか、俺は。まあこういう風にね、あ、ここにも、あ、レシピ落ちてんねや。こういう風にね、まあ皆さんとお話しすることができると。ほんでお話をすることによって、あれですよね、ああいうアイテムをね、一応お礼としてもらうことができる。おー、こいつすごいな。お、こいつ知ってる、これ鶏、これえぐ、こいつえぐな。俺、お前住めばいいのに。何が住むか俺も明日になってみたら分からへんねんな。あ、忘れた、ほんでカバン、お前もうカバンも鼻の穴が目みたいになってるやん。よっしゃ、パニーの一番もね、いっとかんとあかん。おい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 、お前偉いもん売ってるな。でもこんなもん卑猥やわ、なんかこのカットだけ見せたら。お前これ人やないか、もう。お前人を売ったあかんわ、キツネ。なんもなんでも、お前こんな神秘的な彫刻ちゃうわ。これやばない、さすがに。これやばいな。うわ、左目つぶれてるやん。ほんでなんかめっちゃ怖いねんけど、これほんで右の耳しかイヤリングしてへんから、これ嘘もんやろ。分かってるけど、これちょっとごめん、買うわ。今日は今日ちゃん変わってるやろ、多分あれな。ほら、変わってる、変わってる。あ、いいな、やっぱシャンクだけはほんまにたまらん。お前は抱きしめて話したくないわ、お前を。臭いんやろうけど。いやー、いいもん買わしてもらった。ほんまシャンクにだけは頭上がらんね。で、今日こそはサトウキビを売ってほしいで、レイジ。俺は毎回お前に売ってる、サトウキビを売って。でもお前はサトウキビをいつも売ってくれへん。お前いつも売ってくれへんな言うてるから、俺いつもカットしてんだって。売ってくれてへんから、今日こそは売って、頼む、来い。よし、これや。俺これだけ持ってへんかって、これだけ持ってへんかって。俺毎回言うてて、毎回俺パニーの島最近カットしてるやろ。だってここ来てるけど何も変わらん。これ週ごとに変わるらしいねん。でもこいつ1週間に1回しか変わらへんわけやん、買うもの。でもサトウキビだけは出さへんかって。その卑劣さに俺はカットせざるを得んかった。でもこれでサトウキビ買ったから、俺植えるわ。これで俺もうマックスやで。いや、もう今日はほんまにもう頑張って生きてきたからやわ、多分33年。俺だから今報われてんねん、今週。ほんまによかった、生きてきて。ほんまに感謝やわ。ほんまに親にも感謝。よっしゃ。じゃあ、たぬき商店もね、おはよう。あの、日変わってから来てへんかったからね、ここにも一回回っとこうかな。いや、ここ食べ物ちゃうん。でもこんなとこで売ってええんか、ほんとこれ、お前。ビリヤニって何やねん、ほんなもん。考え直せ。まだ遅ないわ。こんなことしたらお前、レストラン、型なしやろ、お前。レストランのあれちゃうやろ。お前、こんな食えんのか。お前、この体積考えてみろよ。お前の体積とこの体積では、お前。
体積の規制ラッシュや言うたよお前。あ？あ？よくお前そこでありがとうございましたって言えたな。ほんでよし、これでサトウキビもねここに植えさせていただきました。前カボチャのところにね。これはまた収穫の時が楽しみですね。レシピがね大幅に改善されると思います。というところで、明日の楽しみも増えましたね。明日はまたサトウキビもまあ成長してるでしょうし、でまたあの模様替えももちろんしていきたいと思いますし、さらに言うことの明日はあのあっちにね新しい住民がやってくるっていうこともあれば、カッパも また行けるようになりますし、結構楽しみが多いところになってますんで、早めにね今日は終わらせていただいて、また明日にしましょう。ね、おはよう。今、しずえちゃん。はい、グッドモーニング。グッドモーニングトゥーズデイ。あ、そう、チョイさんという方がね、新しく、そう、チョイさんってどんな人？さ、じゃあやっていきましょうか。というか、日変わりまして、これ、動画どうなってるかわかんないですけど、とにかく気になるね、やっぱ、そのチョイさんっていう人。これ、まあ、家にいいんかな今、外に出てるかな。まあいいか、なんかとにかく一回服着替えに行くか。一回服着替えに行って、もうさすがにこの忍のままではもういられないので。おはよう、キヌエちゃん。キヌエちゃん？おはよう。キヌエちゃん、ほんだら今日やっと帰ってくるな、キヌエちゃんこれ。ああ、よかった。やっと帰られるわ。たまにはシンプルでもいいんじゃない？でもと思うけどね。たまにはもうシンプルに何もそんなキャラとかじゃなくてそういうので行くみたいなのも俺ありやと思うで。できた。うん。これのメイドおじさん、これメイドおじさんです。メイドおじさんはもうメイドです。完全に皆さんのメイドです。メイド皆さんの、え、なんか違う？え、俺なんか間違えたことしてる？今してたよね。え、だって服着替えるってことでしょ、ここ。え、服着替えるとこだよね、ここ。だから僕何も間違えたことしないよね。確かにスリッパはこれ WC って書いてるから、これトイレのスリッパやけど、別に僕悪いことはしないよね、何も。何このなんか空気。ではメディアでご主人様、メディアでご主人様、この野郎、お前この野郎、なんだこれ、これなんだご主人様、この野郎、この机、これクロス付きラウンドテーブル L やって、あ、1万ベルやって、お手頃じゃねえか。ご主人様、買ってやろうか。やるぞお前この野郎、お前の生活幸せにしてやろうか、俺のお金でこの野郎。だからな、たぬき、こんなとこにこう食べ物置いたらレストラン顔なしやろ言うてんねん。顔なし言うてもあれやで、千と千尋のちゃうで言うてな。なあ、このリゾットとかも買って即食うたろうかな。いや、お前作ったみたいにせんでいいから。お前作ったみたいになったやんけ、この野郎。お前にも美味しいリゾット食わしてやろうか、この野郎、お前は。また来るぞ、この野郎。お前がやってる店が繁盛するように、また、お前の笑顔見に来てやるぞ、この野郎。めっちゃいいやつ。ほんま、めっちゃいいやつやんな、ゆきみちゃん。ん？ご機嫌いかがですか？え？ご機嫌、俺は今。ご機嫌？え？ほんで何？ここ？これ新しい人？これ。じゃない？チョイさんでしょ？これチョイさん、すいません。挨拶してもらわないと、ご近所の付き合いってもんがあるんで、失礼します。お前、顔のパーツ真ん中に集まりすぎやろ。どうしたんだ、この野郎。病院に連れて行くぞ、この野郎。おや、いらっしゃい。挨拶に、来てくれたって、来てくれたね。うちはって、女性これ、チョイって言うんだ。ここへ来る前はフォックスリバー島に、ちょい知らんけど。あんたはゴッドイケの男だね。生かした名前じゃないか。あんたとは仲良くやっていける気がするよ。これからよろしく。これ手伝おうか、この野郎これ。俺メイドだぞ、この野郎。そんな、ほうきとかお前、吐くなよ、お前。こんなところで部屋の中でそんな外用のほうき。お前の綺麗な手を汚すぐらいなら俺が吐くじゃねえか、この野郎。よし、いい挨拶できた。ルンルンや、俺今日。はい、ルンルンです。ルンルンおじさんだ。ワイワイな、俺一個だけワイワイに言うとこうと思うねんけど、今、ちょっとふわっと我に返ったワイワイからワイワイへ、背景ワイワイへやねんけど、ちょっと待って、それの喋る前にちょっとタコなん、どうしたん？あれ？ゴッドイケモトコンくんだ。どうしたの？何が困ってんの？何して遊ぶか悩んでたってことやろ？分かった分かった、せやな。よう言うてたな、そんなことな。
いや、いかへんって。お前だからさ、何買ってたお前それさ、なんか俺を悩んで俺を引きつけてや。お前魔性やな。なんもないって。だからもう前に来たまんまやって、こうだるまになってるぐらいの話やって。これたこ焼き、なんか俺もたこ焼きみたいになってるやんけ。かつお節踊ってるみたいになってるやんけ、頭の上で。これ見て、これたこ焼き、これほら目見て、ほら牛のぼってん。ミニだるまみたいな家具がお部屋にあるといっぺんに和風な感じになるよね。もう大人取り越しておじいちゃんになっちゃったかと思うくらいほっこりした気分になっちゃうよ。悪口じゃないか。あータコ、それでいい匂いする、それ、パスタ。そんなでも入ったらタコ食べられへんで。早く帰れよ。ほんでもうお前はさっきからずっと居座ってるけど、俺はな、さっき言おうと思った、俺が言おうと思ってたのはな、もうそんなにこのハッピーホームなんちゃらでもないとこに時間を使うべきではないって言おうとしてたわけ。タコどう、もう帰る、タコ。どっても素敵な今日ここに住んじゃおうかな。うん、いやいや、住め、だから住んでいいって、やるから俺もこの家。うん、冗談でも冗談じゃなくても笑えへんわ。ほんでその冗談はもう俺出るで。本当はずっと遊びたいけど、うん、なんでお前が帰りたいけど僕帰ってもいいみたいな感じで言うてんねん。お前、俺がずっと俺は帰ってよし。じゃあ今日もね、ハッピーホームのやつねやりたいと。うわー、あの奥に新しい DIY レシピ完成させたいて。君がいろいろ、うん、何できたの、ニコちゃん。レシピ教えたいんだけど、せっかくだし、学校で。ああ、うん、いいよ、いいよ。おう、何急に、どうしたの、ここじゃダメ、もう、なんか金鳴ってるで。おお、寂しいの、漫画。うん、特別授業。はい、お願いします。あら、かわいそう、あ、かわいそうにちゃうわ。かわいいやん、そんな、台乗って。背低いから。ニコ先生、頑張ってって、ほら。頑張れ、頑張れ、もっと行けよ、お前できるって、お前できる、いける、いけ。柱と仕切りのカウンターのレシピやねんて。うん、柱と仕切りカウンターがどんなものなのかを説明しておきましょう。柱について、うわ、柱、なぁ、仕切り壁とつなげればこんな風に、うわ、もう部屋やん。次に仕切りカウンター、うん、こっちも仕切り壁と同じく部屋を仕切るためのアイテムやけど、カウンター状になってるんだね。背が低いから空間を分けても部屋が広々として見える。物も置けそうやもんね。仕切りカウンターは、うわ、何それ、テレビボードみたいなのもできるってこと、やばっ。うん、あかん、もう喉やられた、さっき騒ぎすぎて。うん、ゴッドイケメン男って本でなんか知らんうちに呼び捨てにされてますけど、先生、僕を。いやはや、すごいものがゲットできましたね。お猿さんは本当に賢いですね。なんていうとこなんですけど、今回はね、一応ちょっと変わったホームデザインっていうのもさせていただこうかなと思ってまして。はい、おはようございます。本日もうるさいって、これもう頼むわマジで。これ匠さんに話したらわかると思うんですけど、これね、施設のことっていうのがあると思うんですよ。施設のお仕事をするのねと、どの施設かしらって聞かれてるんですけど、このレストランと学校っていうのは実は作ったんです。で、カフェを作るっていうのを今回させていただこうと思うんです。これレストラン見る、これ、まあ、見ようか。いや、まあ実はね、ここにレストランを作ったんですよ。これレストランなんです。で、まあ、見ます、まあ、カットしたなんで、それそういうことなんですけど、もうこれね、ああ、ようこそ。はい、ムードあふれる贅沢空間、麦わら屋へね。これトニートニーチョッパーですね。皆さんご存知の、これトニートニーチョッパーが今ここで見てくれ、じゃあもう本当に忠実に再現されてる、角があって帽子かぶっててね、これトニートニーチョッパーでね、これほらルフィもここでね、グランドラインを回してますけど、これちなみに奥にもねいらっしゃって、ほら左側にいらっしゃるのはこれサンジさんですね。これね、ほら料理長が一応サンジさんで、ものすごくちっちゃいコップ持ってますけど、これサンジさん働いてくれてますし、あとあこにもね、これフランクでしたっけ、これなんかロボットのやつね、これも働いてくれてますよね。この人はやっぱロボットなんで、かなりずっと働いてくれるかなっていうのはありますし、ここでブルックがね、火見てくれてますね。これ火担当ってことで、まあ、テーマとしては麦わら屋っていう名前で言ってましたけど、トニトニチョッパーは。ただ正式な名前は麦わらの七味っていう名前なんですよ。でね、このレストランを作る際に、私はレストランを作りますか、それともカフェを作りますかみたいなことを聞かれたんですよ。そのカフェもどうやら作ることできるみたいですね。オアっていう感じじゃなくて、どっちも。匠さんごめんな、ほんとちょっとこれ施設作らしてもうていい、カフェ。
作ったことないねんけど、うん、カフェを作りに行くわ。はい、場所って決まってんの？もうちっちゃ、めっちゃちっちゃだねこれ。うん、カフェ、うん、目の前が海で眺めがいいね。あーなるほど、海、あー海の家的な。砂浜にはオープンテラスも設置するの。そっちの作業はニコちゃんとナッティさんに任したねんて。え、オープンテラス、建物の方に集中するわよ。まずは、あー了解了解。これね、このショップに関しては外観から決めるっていうことで、まあおいおいまたこれ色変えられるみたいなんで、まあ今のところは適当に置いときましょうか。よっしゃ、次カフェの中みたいね。次は内装のコーディネート。うん、カフェに必要な備品はオーダーでチェックして、まあこれも決まってましてね、普通の別荘と同じなんですけど、ちょっと数が違うって言いますか、あの普通の家、あ DIY した家具がね選べるようになりました、ありがとうございます。普通の家ならばほんとちょっとなんですけど、これなんかはほら4つ必要なんですよね。今現在2個ここにありますから、4つあと2つも置かなきゃなりません。今店なんでね、とかあとレジ置けとかね、そういうちょっとこう店らしいものが、絶対置かなきゃならないということがちょっと違うとかな。よっしゃ、じゃあちょっとね、これがマックスの広さ、十重の広さの正方形なんですけど、一旦まあこの大きさもね考えながら、ここにカフェを作っていきたいなと思います。よっしゃ、やっとできました。もうこれ以上あ物を置けませんって言われるぐらいもう全部置いてやったんで、はい、これは自信作やで。働いてもらう方決めましょう決めましょう。もうそこまで全部折り込み済みなんで、よし、これでいきましょう。うん、いやーもうほんま時間かかった。店員さんたち、ちょ呼んできて、今から指導していかなあかんから。そうそう、名前も付けなきゃならないのよね。名前はね、アゲアゲバスキュンにしよう。じゃそう、アゲアゲバスキュン、いい名前やろ。これで、うん、いい、なんでもええねん別に。そんなもんは、名前なんかはな、もうあれや、考えてへんかってん、その名前なんかは。もうその後からついてくるから、内容やから。中身は、中身は、まあいいわ。今回はほんまに力入れましたよ。今回作らせていただいたのは、あの戦闘風メイド喫茶アゲアゲバスキュンです。もう皆さんご存知の通り、銭湯、スーパー銭湯ってあるでしょ、あの形で、まあご飯を食べられないかという、やっぱりね、一番リラックスするところでご飯を食べていただく、まあカフェとかってことですから、落ち着いていただく、これ以上ない私服にさらにメイドがついてという、もうほぼ半ば風俗のような、そんな感じの、もうほんと至れり尽くせりのサービスが整って、それが銭湯風メイド喫茶アゲアゲバスキュンだってことなんですよね。もうおもてなしの極みっていうものを俺はもう今回再現してみました。うん、店員さんたち、ちょっとね、ここからさっき指導していかなきゃなんないな。やっぱりサービス精神っていうのは大事だから、いい感じにできたり、そう写真映えするでしょ、最後は外で記念撮影するから。オッケーオッケーオッケー、これだけはもう2時間紹介してやってもいいと思ってっかんね。さあでは早速ご紹介していきたいと思いますけどね、まずこれがあの券売機ですね。メニュー書いてございまして、これ一応大浴場でございますので、大浴場兼メイド喫茶みたいなことですんで、あのここで券売機買っていただいて、レジに持っていただくと。でここのレジでね、まあ生産していただいて、このね右側とかにもちょっとね、和風なデフォルメをさせていただいて、まあこだわって見てみました。で、ここでまあ買えました。するとですね、お客様はこっちに入っていてもらいますですね。こののれんをかき分けてと言いますか、なんと言いますか、こっちに入っていただくとですね、ここが、あの着替えるところでございますね。もうすでにお客様入っておられますけどね、ここはですね、あのカトラリーですね。食器をもう使った後の食器カトラリーをここら辺に置いていただくというところですので、ここでご飯食べるところではございませんが、ここで皆さんもうご存知の通りね、着替えていただきましてですね、大浴場ってこんな感じじゃないですか。ここにこうテレビがありまして、なんかこうあの成分表みたいなやつがありましてね、ここに看板があったりだとか、扇風機回ってたりだとかね、こういうところにもこの細部のところにも気につけております。しかもこのカーペットのことに関しても、これ竹の、バンブーのカーペットということで、水はけが非常によろしいということですね。であとこれ、まあ女性の方はどうなってるのか知らないですけど、男性の方の銭湯ってこういう風になってませんかね、一人一人こうやって置いてね。でここで、まあ、今回ご飯食べていただくところのカトラリーと、まあ、こういった七味とかね、そういう砂糖とかそういうのも持って行っていただくと。そして、体重計やこのね水のところをかき分けて入っていくのがですね、これがあのご飯を食べるところでございますね。こちらに関しては普通にお見せしようかなと思うんですけれども、これ非常に、物が多すぎて見ていただきにくいんですが、これシャワーですね。シャワー浴びるところ、皆さん分かりますか。これあのご飯を食べるところなんですけど、一応ここがねシャワーを浴びるような感じで、前には調味料なんですけれども、その調味料をですね、なんかちょっとシャンプーに見立ててといいますか、そういった風なね、
デザインさせていただきました。まあ、右側にもタオルがございましたりとかね、あとこう出るところにこの一応バスマットが置いてございますので、ここで足のあの水をはけていただくと。で、もちろんですね、ここに浴場でございますんで、一応まあ入るところで、こう風呂入るところもございますので、これ係湯するところもね、ございましてですね、これ右側はですね、実はお風呂ではなくてですね、一応これ五右衛門風呂なんですけど、だしを取っています。これだから鍋です、これ。はい、で今日はいいカジキが取れたんで、カジキの出汁を今取っていますよというね、アピールに使わせていただいてます。まあ入っていただいても構いません。お牛とか鳥とかであればいい味は出るかと思いますんで。で、非常に見にくいですが、この上の電光掲示板のところね、このメニューのところ一番奥がサウナ室になってございます。これサウナ室こんな風になってませんか。サウナ室が実はうちのキッチンでございます、厨房ね。なんでここでご飯を作って、まあ、提供していくということになりますか。お客様が入るところではございませんけれどもね、この右上にはメニューを確認できるところっていうのをね、用意してございますので、ここでこう持って行ってもらうというようなものでございますね。いやちょっとごめんなさい、私も着替えさせていただいていいですか。僕もちょっとここで働かせていただこうかなと思ってるとこあって。よし、着替えました、着替え終わりました。よし、じゃこれでね、もう私入るわ、今からシフト入るわ、私ほな急ぐわいらっしゃいませご主人様、いらっしゃいませ。あんたも早やりなさいよ、あんた仕事しない。いらっしゃいませご主人様、いらっしゃいませご主人様。ご主人様いかがですか、 お食べ物いかがでしょうか。ご主人様いかがですか、お食べ物いかがですか。お食べ物今いいカジキタンだしで出てるんですけど、いかがですか。あんた今日あれは頑張れポテトサラダあんた頑張れポテトサラダ今日作ってる。もう後ろで切らしてんねんけど、頑張れポテトサラダがもうあらへんから早く作って。いらっしゃいませご主人様、いらっしゃいませ。美味しいですか、なんか当ていりますか、ピーナッチュいりますか、ピーナッチュいりませんか。カジキタンだしのカジキタンだし巻きキュルルンエッグもありますけど、ご主人様大丈夫でしょうか。いらっしゃいませご主人、いらっしゃいませご主人さん、あんた早く頑張れポテトサラダ作っておいでって、もう早く。ずっと回ってへんやないの、あんたずっと3番さん回ってへんわ。いやーこれは画期的やったね。しかしねえ、たくみさん、あまだ終わったやんけ。何がや、何が終わってへんに、終わったやないかい。あ、写真か、記念写真や、せやせやせや。はい、それではただいまよりアゲアゲバスキュンの記念撮影をします。やっ、やったぞ。嘘つけこの野郎。アゲアゲバスキュンができたことによって、この地域の魅力がまた一つ増えました。この先もどんな風になっていくのか、どうぞ。そうやね、これ楽しみ、もうこぞってくるんちゃうかな、やっぱ。ではこのアゲアゲバスキュンのコーディネート担当者からも、ありがとうございます。まあ、今回このアゲアゲバスキュンを携わらせていただいて半年ぐらいですか、非常に悩みまして、その中で自分が一番くつろげる時間ってどこなんだろうって考えた時に、やっぱりそれはお風呂なんじゃないかなって。自分がやっぱ一番いつも落ち着いてるとこお風呂ですし、だからまあなんかお風呂をテーマに作ることできないかなって。何かこうご主人様にホッとしてもらえるとこないか、あ、ご主人様だっていうことで、今回この、まあ、喫茶店を作らせていただきました。本当にだからはっきり言って、これはもう私の、オーダーメイドの、喫茶店だということでやりました。タクシーしてってたから俺こんなに今、続いてオープンテラスを、あ、オープンテラスを担当してく、あ、はい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 、どんな感じになったのかわからないんですけど、これからこのカフェにたくさんの人が来てくれたら嬉しいなって思います。はい、ありがとうございます。中身のないコメントありがとうございます。はい、じゃあ皆さん満遍の笑顔でいきましょう。よーい、はい、いきましょう。はい、はい、チーズ、はい、チーズ、はい、よいしょー、はーいしょー、いい感じ取れました。もうバッチリです、これは。そうやと思う、俺も。いやー楽しかったね。これからもうどんどん展開していってほしいね。秋葉原とかに出してほしいね、2号店お疲れ。とっても素敵な、ほんのとっても素敵やと思うで。とってもキュルルンやと思う。ちょっとしたパーティーにも、ちょっとしたパーティーにはどうかな。でもそれみんなで飲みに行くみたいな場所じゃないから。施設作り2万5000円やって安っ。あんなにあってお前オーダーメイドまで考えて、あんな喋らされてやで。ナッティさんも、オープンテラスを、そう、オープンテラスちょっと見たいな。
テーマにちゃんと即してんのかどうかっていうのが、これできてないともう全部が崩れるから。あ、ここや。これオープンテラスどうなってんの。これまあこれがカフェで、うわ全然違う、めっちゃ楽や、めっちゃ手抜いて、お前ほな俺これ作って3時間後これか3時間かかりましたって、嘘やろこんなん、こんなんもうめっちゃ楽やん、これで同じ給料やったってられませんわ。もう今ちょっと抜き打ちチェックしてみる。抜き打ち監査入るわ店の。どうお客様、どう、うん、ようこそアゲアゲバスキューに、うん、俺が立ててしてるしてる。どう今何番入ってる。お前まだいいの。ほんでなあ、お前ずっといるやん、もうずっといるやんこいつら。回転回転して回転していって、これはカジキの出汁、これあれあんまり煮詰めてあかんで、これカジキの出汁煮詰まってない、大丈夫。キッチンは、キッチンこれパッパしてる、なんかパッパしてる、これなんかパッパしてんのか、この野郎、この野郎、お前この野郎、おいおやじこの野郎。お前はちょっとご主人様の意見も聞いてみる。ご主人様どう、遊び疲れちゃったのであげあげバスキューンでほっと一息つけて助かりました。あーうん、いいいい感想やね。牛はスタッフの感じもいい。あーほんま、スタッフの、あでもあのあれだけは、あ見る見るやって、ほんでもう、あお客様続婚ですね。でもあ手出さないでくださいね、うちのスタッフに手出したらもう私も手出しますよお客様は、お客様見えませんけど、豆にはうるさいタイプの値に合格点を出させるなんてこのカフェなかなかやるじゃん、でちゅの。あーお客様もうロリッコロリッコしば漬けいただきました。うーわロリッコしば漬けいったからもうほらでちゅの言うてもう分かってしもうてね。お客様、お客様は運動する前にコーヒーを飲むとパフォーマンスが上がるって本当かな。嘘や、それはそれは嘘です。ご主人様どう、お客様のお邪魔にならないようにお静かに、うん、ご主人様のお邪魔にならないようにね、うん、お持ち帰りでしょうか。あのね、あ、メニュー、え、メニュー見れるんですか。メニュー見せてもらっていいですか。はい、え、頑張れポテトサラダ作ったほんなら、え、なにこれ知らんねんけど、名前変えるよ。ビリヤニってなんやねん、ビリヤニってなんやねん、名前変えろって。もうまあじゃあ洋風定食、うん、1個いただこうかな。味の審査もちゃんとしとかなきゃなんないからね、こっちも。はい、ほらと、レジは何のために立てたんやほんな。俺はありがとうございますご主人様やな、お買い上げありがとうございますご主人様やな。お前語尾上げていけ、もっと語尾上げろ、仕事や、はっきりしっかりせえ。それは恥ずかしいとかそういうことやめろ、お前はすぐやるときはやれ、女を売れもうごめんね、ほんとに仕事に関してはもう こちらとてもう一歩も言うてん、ガチ言っちゃうからね。やっぱ小峠、小峠、ほんだな、あのこれあげるわ。なんかうちの、そううち手がプロデュースした洋風定食というか、まあカフェのご飯やねんけど、そうそう洋風定食してんの、ほんとに、いあーうん、いいよいいよ全然。今度模様替えするときに、模様替えするときには使えへんわ、どう使うんか逆に気になるぐらいで。ほんでモロングダウンコートはいいわ、俺ダウンばっかり持てるわ。いやもうこんなん思うて、これダウンっていうかもうこれプチプチやん、もう。さあということでね、本日は一応ねかかった時間で言うと費用対効果が即していませんね、全然もう割に合わないというぐらい時間はかかっていますけれどもね。しかしながら、あまあこのあつ森に関してはね、これからこういう感じで、んで一応エンディングもあるみたいなんで、そのエンディングをねハッピーホームなんとかのね、見たいなと思います。それではまたね。